18番クォン・チョンシンさん、中国。中国ジェンシン・ガオ、郭清新。売り出しの4回転ジャンプは2つ目の部分に出てきます。ショート終わって10位、上位進出を目指します。最初のトリプルアクセル、コンビまではいけませんでしたが、きちっと降りました。3回転半、さあ4回転に向かう、降りました、ダブルトーもつけた、4回転のコンビ成功。フライングジャンプシットスピン、問題はここからです。ルッツ3回転、軸がきちっとしている。ブラリルビービー、あっと、シングル等になってしまいました。ループです。ルッツ3回転からトリプルトー、なんとか降りた。あっとフリップ失敗。またやった、
プの4回転。中盤はジャンプのミスがありました。これをジャッジがどう評価するか。中国のジェンシンガオ、郭清晨、練習では8割の確率で降りているという4回転トーループ。さあ見てみましょう。こう入って左つま先、1、2、3、4、きちっと降りてそのままコンビネーションにつなげます。エルビスストイクが得意のジャンプですが、核も決めてきました。さあこれが後半最後のジャンプ、トーループ1、2、3、4回転。4回転ジャンプを2つ入れましたが、他のジャンプがうまくいかなかった。本来ループのところがミス、サルコーがなし、フリップは失敗、まあ、こういったところをジャッジがどう評価するですか。非常に分かれると思いますが、途中のつなぎ、あるいはスローパートでアピールしていくところ、こういうところがもう一つそのスピード、それからアピールも一つ不足分があるかと思います。今年はアメリカで、あの女子のルーチェンとともにクリスティ山口のコーチの下で練習を続けてきました。ジャンプ以外にも成長の跡は確かに伺えます。18歳ですから今伸び盛りの高校3年生、もうすでに4回転ジャンプを競技会で成功させる、そんなところまで来ています。この郭清晨は去年のローザンヌの世界選手権で3人だけが成功したという4回転を成功しています。ストイコ、それからラトビアのコンスタンティン・コスティン、そしてこの郭清晨、3人が成功しました。ただ成功しましたが、それ以外のところで高い評価を得られず、結局は総合で19位ということになりました。なかなか得点が出ません。やはりジャッジの非常にこれは苦しむところでしょう。4回転というのは確かに高い評価、しかしいろいろな種類のジャンプをたくさん行うということが高いその技術力という評価もすることができます。あとはその芸術性をどう点数で表すか、表現力をどう見るか、なかなかこのジャッジの評価が難しいところ、見てみましょう。どうでしょうか。 5.7 もあれば 5.4 もあるという、このあたりは4回転のコンビネーションが全てを決めるというわけではないという。そして表現力、場内もあーという声です。各はショート10位、フリー3位、トータルで2位です。ワイスフリートップで1位、アメリカワイス、2位が中国各、3位が